じゃあ、提供団体の、紹介に行きたいと思います。もみじお願いします。はい、皆さんこんにちは。もみじで働いている星恵子と申します。もみじの紹介なんですけれども、もみじは、シニアのサポーティブハウジングで、スカーボローにあります。マーカムロードとキングストンロードのインターセクションの近くにあって、今158人ぐらいですかね、日系のシニアの方が、住んでいるところです。で、私たちの団体は、すべてのサービスは60以上のシニアの方、またはその方々を、ケアしている介護ケアギバーの方々にサービスを提供しています。今もみじの状況、COVID の状況としては、本当幸運にも誰もまだCOVIDが出ていない段階です。いろんなアクティビティ今までやってたんですけれども、このCOVIDに入って一旦ちょっと中止して、で1ヶ月ぐらい前からだんだん1対1でとか少人数でのグループを、始めています。はい、以上です。はい、私はジャパニーズソーシャルサービスでソーシャルワーカーをしております、知恵と言います。JSS は日英で個別相談やプログラムなどを提供しています。現在は、やはり、パンデミックですので、オフィスは日系文化会館の2階なんですけれども、現在は基本は電話とか E メールでのご相談を受け付けています。もちろん、どうしても、インパーソンでないと難しいという場合は、カウンセラーに相談をしていただいて、アポイントメントを取っていただくということになります。事前のスクリーニングがありますのでご了承ください。プログラムの方は、通常のプログラムの一部をこのようにオンラインで提供しています。で、また毎年、実施、この時期から実施をしているホリデードライブプログラムですね、歳末助け合い運動の準備がもう開始をされまして、あちこちに PR のお知らせが行ってます。こちら皆さんぜひご寄付をいただいて、その寄付から、私どもで必要な生活に必需品を食料品ですとかを購入をして、必要とされている方に届けるというプログラムですので、ぜひサポートをお願いいたします。はい、ということで、本題なんですけれども、今日はですね、シニアの住居と介護の選択肢ということで進めさせていただきたいと思います。いつもですとゲストスピーカーがいて私ども裏方に回ってるんですけれども、今回私どもが喋る場に回りますので、ちょっといろいろ不具合があることがあるかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。やってください。こちらのトピックはですね、かなりたくさんの相談とか情報提供が欲しいということをいただきますので、今回初めての実施となります。よろしくお願いいたします。まず面積事項の説明させていただきたいと思いますけれども、私どもがご説明させていただく内容はですね、現時点で の一般情報のみの提供を目的としておりまして、情報がまた時が経つにつれて変わることがあります。システムもかなり数ヶ月経ったりするとサービスがあったものがなくなったりとかということがありますので、その時によってまた確認は私どもの方にしていただく、もしくはご自身が、おられる主治医の方ですとか、ヘルスサービスですとか、さまざまな地域のサービスの方にお問い合わせをいただくということが一番いいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、恵子さん、お願いします。はい。それではですね、私と知恵さんの方で、こうやって説明をして、最後に質問の方を受け付けますので、聞いてもらえたらなと思います。まず皆さんですね、どんなところに今住んでいらっしゃいますか？いろんな、場所があるんですけども、例えば持ち家だったり持ちコンドだったり、あとは賃貸ですね、全然サポートがついていない普通のアパートだったりとか、または、家族の方と一緒に同居をしていたり、あとはリタイアメントホームとかシニア向けコンドミニアム、これ通常英語ではライフリースっていう風にこっちでは呼んでいるんですけれども、シニア向けコンドミニアムっ
ていうのはシニアの人しか入っていないコンドミニアムで、自分で、買っていらなくなったらやっぱ売らなくちゃ入れないけないコンドミニアムなんですね。でそこは大抵ですね PSW の人のサポートがついていたり、あとはハウスキーピングがついていたり、あのミールのデリバリーのサービスがついていたりします。そういうところもあります。あと次が生活支援付き住居、まあこれ賃貸なんですけれども、あのサポーティブハウジング、英語で言うとサポーティブハウジングとような、アパートですね。もみじはこの生活支援付き住宅の、カテゴリーに、入ります。で皆さん今度リタイアメントホームってはご存知ですかね。行ったことある人多分いるかと思うんですけれども、リタイアメントホームの多くはあのプライベートでプロフィットメイキングで経営しているので、お金が、まあ、ないと、まあ、ちょっと入るのが難しい、類のものです。で大体3食付きというリタイアメントホームが多く多いにして3足付きで、あるリタイアメントホームは例えば月に15食だけつけてその分安くするとかで、値段、リタイアメントホームの値段なんですけれども、だいたい安くて GTA で2000ドル月ですね、2000ドルから安くて、でもこれは3食ついてないのがほとんどです。例えば15食で2000ドルからで、高いのは本当に5000ドル以上、月5000ドル以上のリタイアメントホームもたくさんあります。はい、次、次のスライド、この図はですね、違い皆さんお分かりになりますか。一番左側にオンホームって自分の家で暮らしている場合、これはサポートがいるいらない方が左側に行ってて、サポートがすごく必要っていうのが右側にホスピタルが一番、まあ、医療従事者が働いているところであるんですけども、その真ん中ですね、オンホームで自分の家で、住んで全部自分で独立してできる部分にはいいんですけども、それがまずできなくなってきたなって思ったら、その次に何どういったものがあるかっていうと、サポーティブハウジング、そのもみじみたいなちょっとだけ、サービスがありますよっていうハウジングがあります。でもこれはだいたい賃貸です。でその次にリタイアメントホーム、リタイアメントホームはだいたい3食付きのところが多いし、あとはハウスキーピングとかランドリーとかもついてるところがほとんどです。あとナーシングのケアとかもお金を出さなくちゃいけないけれどもあります。でその次、リタイアメントホームでもちょっと難しくなってきたなっていう人は、ロングタームケア、別の言い方をするとナーシングホームとか24時間ケア、24 hours ケア、みんな同じことを言ってるんですけども、ロングタームケアがあって次にホスピタルになります。でもみじはこのサポーティブハウジングのその赤い字のところに入ります。次お願いします。で今現在今住んでるところにずっと住み続けるとしたらどんな不安がありますかっていうことなんですけれども、はい、皆さんどんな不安がありますかね。よく聞くのはですね、言語の問題、皆さん出てる方第一言語が日本語の方が多いと思うんですけれども、年を取るにつれて第二言語がやっぱり出なくなってくるっていうのをよく聞きます。なので日本語しか話せなく出なくなってきたなとか、そういう言語の問題が聞かれる。あとは車の運転をもうやめてしまった時、その買い物今までね車で行ってたのにそれができなくなっちゃったとか、そういう問題ですね。あとは身体、その頭、まあ、頭ちょっと忘れっぽくなってきたとか、
あと体もなんかアスライタスで、肘とか膝とかなんかいろいろ痛くなってきたとか、で、ちょっと動きにくくなって、動けなくなってきた。で、そういうような問題。あとは芝刈りとか裏庭の手入れ。まあ、ホームメンテナンスですよね。多分雪かきとか、それが多分早く入ってくると思うんですけども、そういうことができにくくなってきたとか、あとは年を取るにつれて、まあ、自然の流れなんですけれども、自分が年取ってくれば、やっぱり友達とかも先に行ってしまったりとか、日本に戻ってしまったとか、自分の子供のところに遠くに行ってしまったとか、そういう、ことも多くなってくると思います。で、日系の日本から来られた特は、あ、来られた方は特にですね、家族全員日本にいるんだけれども、まあ、こちらには誰もいないとか、そういう、寂しい、まあ、寂しいという問題とか、もあると思います。はい、以上です。はい。で、ここでちょっと考えてみていただきたいんですけれども、老後はどういう暮らしができたらいいなというふうに皆さん、ご想像しますか？例えばよく聞かれるのは、家で最後を迎えたいとか、日本語の通じる介護士さんを雇いたいとか、世話に来てほしい。とは、日本的なかゆいところに手が届くケアをしてくれるところがあったらいいなとか、まあ、いろんな、希望を思われると思うんですけれども、そこで、この希望というのも実は本当に金銭的、かつ健康的、かつ状況的に現実的なのかどうかというですね。まあ、現実的、健康的は分かると思うんですけど、状況的ってどんなのかもっと思われるかもしれないんですけども、例えば日本語の通じるサービス、本当によくいろんな、こういうサービス、日本語でないですかという相談を私も受けるんですけれども、日本語をしゃべる人たちの、人数がものすごく少ないんですね。例えばカナダの中で、人口が、まあ、2016年の国勢調査からしますと、3500万人ぐらいの方々が、人口があるわけなんですけれども、その中で日本語を話すというふうに言ってる人は、0.1%未満ですね。まあ、トロントとかバンクーバーとか住んでいると、周りにアジア人がいたり、日本人が結構出会うことがあったり、日系と不快感があったり、モミジがあったり、そんなことで、まあ、割とたくさんいそうなイメージがあるかもしれないですけど、意外とものすごく少ないですね。なので、本当に日本語を話す専門家、スキルを持っている方々、サービスをしている方々にほとんどいないというふうに考えていただいた方がいいと思います。まあ、ちょっと暗い話になってきちゃうんですけども。で、まあ、そういった状況的なことがありますので、そのあたりも考えていかないといけないということになります。で、その希望を叶える、皆さんのその思っている、こんなのがいいなというのを叶えるには、まあ、どんな準備が必要なのかどうか、ということを、まあ、これから私ども一緒に考えていくんですけれども、その中で、あなたの、皆さんの世話をすることになる人たちは、そのあなたの希望を知っているかどうか。また、よく聞かれるのが、まだ大丈夫、その時あったら考えるかというふうにおっしゃる方は結構多いんですけれども、まあ、想像がしにくいのはそうだと思うんですけれども、でも実は本当に大丈夫なのかどうか、まだ大丈夫っていうのは本当なのかどうかっていうことを、ちょっとリアリスティックに考えていきたいと思います。ということで、リアリティチェックなんですけれども、これよく本当によくいろんな人から言われる3つの、ことなんですけれども、うちは家族がいるから介護してくれるはずなのよ、だから大丈夫、全然心配してないわっていうケースですね。でも実は実際開けてみると、子供が遠く離れて住んでいるケース、州内でも、オンタリオ州広いですから、お仕事ですとか、いろんな事情で遠くに離れて住んでいるということがあります。で、これは子供が世話したい、世話したくないとか、今全く関係ないところで、子供が世話をしたくても、自分のいろんな都合で近くにいないっていうことであったり、もしくは、晩婚ですとか、進んで、やっぱり晩婚ですとか、子供を産むのが遅くなるっていうことが、昔とは違って、今ではありますので、ちょうど親が介護が必要になった時っていうのは、子供のキャリアですとか、子育てが一番忙しい時期だったりして、なかなか、時間が取れないということがあったりします。で、また、出生率の低下によって、兄弟というものが少ない、ね。昔とか、ご自身の親御さんの時とか考えていただくと、3人ぐらい子供がいたな、そういえばっていうことは結構あったりするわけなんですけれども、今は、まあ、一人っ子、まあ、2人、まあ、3人、4人って方もいらっしゃると思うんですけども、全体的には兄弟の数が少ないわけですね。そうすると、介護責任を分け合う相手がなかなかいなくなってきて、実は1人とかの方にどんどん増えていくっていう。
ということも出てくるんです。で、また、離婚ですとか、セパレーション、再婚ですとか、その家族の形がどんどん変わっていったり、新しい人が2人出てったりっていうことは結構あったりするので、じゃあ、自分はステップファーザーの責任は見なきゃいけないのかとか、そういった介護責任がちょっと分かりにくく、どこにあるのか分かりにくくなっていることがあります。あとは、健康システムですね。残念ながらその支援システムでは、家族が世話をすることということが前提にシステムが出来上がってますので、家族はどれくらいできるんですかっていうことをどこに行っても聞かれます。ね。あと、またよく言われるのが、介護支援っていうのは、まあ絶対に大事なものだと思うから、自分が必要だってなった時にはすぐ目の前にアクセシブルなんだっていうふうに思われている方がいらっしゃいます。どうなのかと言いますと、実はその在宅介護っていうのは、カナダの法律の中では、これはどうしても必要不可欠で、提供しないといけない支援という定義づけをされていません。で、これはこの前にお話しした、家族が世話をするという前提に頼っているわけなんですけれども、で、お金はじゃあ、どこから出ているのかと言いますと、各州がですね、責任を持ってお金を出しているんですけれども、まあ、責任を持ってといっても、カナダの法律です。がそういう形ですので、まあ、できる限りでねという形になっているわけなんですけれども、これまた地域で格差が大変あります。で、これはもう人口であるとか、さまざまな要因にはよると思うんですけれども、例えば、その州内の中で見ても、人口の大変多いトロントと、お隣のミシシッピでは、もう支援の量が大きく違ってきます。同じような政府関連の組織から出る支援でも、例えばじゃあ、お風呂のサポートをする介護士、がトロントでは例えばですけども週に2回出るとしたらミシシッピでは1回しか出ないとかそういったような量の違いですとかが出てきます。でまた家族介護者の中には実はですねうつや不安症の発症率というのが大変高いです。でこれは家族介護者の負担の高さを示しています。で家族介護者がじゃあ潰れてしまった時にじゃあその代わりに家族を、まあ、サポートするためにも別の支援を持ってきたいとなっても実は目の前にはすぐにはなかったりことがあります。で、あとこれもよく言われるんですけれども、いや自分は寝てる間にポクッと行くからとか、寝てる間に死ぬ時が来るまで自分は実生活をしているからっていうことをよくそれも言われることがあります。で、それだったらすごくいいと思うんですけれども、実はこのタイプの死を迎えるのはカナダの中でたった1割です。多くのケースが長期療養ですとか闘病、もしくは中重程度ですね、の介護支援を要する過程を経ての死となっているデータが出ています。ということで、じゃあ、介護をするかもしれないという前提で考えて、介護を受けるかもしれない、支援を受けるかもしれないという前提で考えていただいた方がいいということで、じゃあ、どんなリソースがあるのという紹介をさせていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。リン、皆さんリンって聞いたことありますかね。多分 3,4 年前までは CCAC っていう名前だったんですけれども、名前が変わってローカルヘルスインタグレーションネットワークの LHIN を取ってリンって呼んでるんですけれども、これは 100% オンタリオ州のお金で、営んでいる、組織です。だからここで、あなたはこのサービス受けられますよっていうふうに言われたら、無料で、サービスが、サービス代として自分でお金を払うことがなくて、OHIP で、賄われるものです。でどんなことをしているかっていうと、まず一つ目にナーシングホームのアプリケーションを出すところがここです。だからいろんなナーシングホームがあるんだけれども、その母体、運営している母体はそれぞれ違いますよね。プライベートだったりノンプロフィットだったりするんですけれども、そこに直接出すんではなくって、一括してこのリンっていうところでアセスメントを受けて、この人はナーシングホームのにエリジビリティがありますよってされないと、ナーシングホームのアプリケーションが受けられません。あとはショートステイって呼んでるんですけれども、短期間
入れる施設で、リンから紹介されるショートステイっていうのは、すべてナーシングホームの枠に、レスパイトケアっていう枠があって、そこでショートステイができます。どんな人ができるかっていうと、ケアギバーの方がバンアウトしそうな時に、そのクライアントの人、そのお父さん、お母さんが、一時的に入れるところ。確か3ヶ月以内だったと思うんですけれども、1泊今39ドルかな ?39 ドルで3食付き、ナースのケアもあるし、パーソナルサポートワーカーもいるし、まあ、ナーシングホームと同じセッティングで住める場所がショートステイって言ってみたり、レスパイトケアって言ってみたり、します。で、ショートステイって言ったときに、リタイアメントホーム、さっき言った、プロフィットメイキングでやってるリタイアメントホームにも、ショートステイってあるんですね。ただ、そこだと、だいたい1泊100、2、30ドルからですね、以上、かかると思います。まあ、ホテルじゃないけど、そうですね、1泊それぐらいで。全部食事付き、PSW の人付きで、もっとケアがあればあるほど、もっとお金が高くなるよっていうのが、リタイアメントホームのショートステイです。で、アダルトデイプログラムをリンから紹介される、ではリファーラルされるっていうこともある、あります。で、あと、リンの、職員で PSW を職員としては取ってないんですけれども、リンと契約しているエージェンシーが、この人に、例えばこの A さんに、家で住んでいるので、ベージングお風呂のサービスを1週間に2回つけてくださいっていうふうに、リンから、エージェンシーに委託されて、その委託されたエージェンシーが PSW の人を、派遣する。サービスがあります。はい。で、それもリンのエリジビリティアセスメントを受けて OK ってなったら、その PSW のサポートも無料で、っていうか OHIP でカバーされるようになっています。で、他にリンの職員として、理学療法士さんとか、作業療法士さんとか、ビジティング看護師さん、訪問看護ですね、とか、ソーシャルワーカーの人、あとはパリアティブケアユニットの人とか、が職員として働いています。だから、あとスピーチ、ランゲージ、パソロジスか、その言語療法士さんもいます。なので、私がここで申し上げたいのはですね、皆さん家で住んでて、例えばウォーカーが欲しいとかって言いますよね。ウォーカーが必要になったとか、ウィルチェアが必要になったとか、家でちょっと、お風呂に手すりをつけたいとか、そういった安全器具をつける上で、このリンの、PT とか OT の人に来てもらうと、無料で来てアセスメントをしてくれるので、それを利用した方がいいです。例えば、ショッパーズドラッグマートにも同じような PT とか OT の人とか働いてるんだけれども、そこを普通のプライベートのカンパニーを通すと、だいたいアセスメントフィーって60ドルから800ドルぐらいするんですよ。でも、リンを通すことによって、自分は、言うときにですね、ただウォーカーが欲しいって言うんじゃなくて、自分が今住んでて、家の安全面でとても不安があると、ホームセーフティアセスメントをしてほしいというふうに、転ぶ確率が高いから、ホームセーフティアセスメントをしてくれと言うと、リンの、PT の人、OT の人とかが来てアセスメントをして、じゃあこういうものがあったらいいんじゃないかっていうものを、いろいろ、提案してくれます。で、あと他にリンでやってる、紹介として、その行動障害支援とか、老齢医学専門医などへの、リファーラルを、
してくれます。ただリンってやっぱ大きい組織なので、ものによっては自分の家族とかがリファーラルすることもできるものもあるんですけれども、リンを使うことによってすごく早く、動いてくれる利点はあります。次です。はい、次のスライドお願いします。すみません、スライドは後で皆さんにお送りしますので、すごい勢いでメモしなくても大丈夫です。はい。で、支援、家に住んでいる場合に、こういった、サービスがありますよっていうことが次、今、こん、あの、今のスライドなんですけれども、これはリンから続いたスライドではなくて、ちょっと切り離して考えていただきたいんですけれども、例えば自分で家で住んでて、病院に行けなくなったとか、通訳が必要だとか、そういった時には、エージェンシーでお金を払わなくちゃいけないけれども、自分でお金を出さなくちゃいけないけれども、ノンプロフィットとか、あと、プライベートでいろんな団体があります。で、この団体、いろんな団体がある。じゃあ、どういう団体があるのって言った時に、昨日送ったですね、リソースの中に、それが入っていると思います。で、一番最後にまたそれちょっと説明しますので、それご参照ください。で、あと、今さっき言ったように、介護ベッドとか安全器具の取り付けなどが必要なときは、まず、リンに電話をして、で、そういったアセスメントをする人に来てもらうというのが一番いいと思います。はい。生活支援。あとはですね、料理自分でできなくなったよとか、ハウスクリーニングとかランドリーもできなくなったなって言った場合も、まずリンに電話して、オーヒップでカバーされる PSW が来て、くれれば一番いいし、まあ、それがダメだったらば、すごく待ち時間が長いので、とてもすぐに来てくれるっていうのってすごく難しいかもしれないんですけれども、その場合には自分でちょっとお金があれば、ノンプロフィットの団体とか、あとモミジでもモミジアットホームっていうのがあって、PSW、モミジの PSW を、シニアの人ですね、コミュニティに住んでいるシニアの人のところに行ってお手伝いをするサービスがあります。で、ちょっとこれは広報なん、あの広報、うちの広報なんですけども、モミジアットホームは1時間25ドルで、ミニマムリクエストが3時間以上で、日本語のできる PSW の人が、日本食作ったりとか、ハウスキーピングやったりとか、入浴のサービスしたりとか、そういうこともしています。もみじ以外でも、プライベートのエージェンシーとか、ノンプロフィットでもやってるんですけども、大体、金額がノンプロフィットとプライベートって違くて、PSW の人の、賃金、その自分がお金を払うお金なんですけども、大体ノンプロフィットの PSW だと大体20ドルから始まりますかね。大体20ドルから25ドルぐらいが相場かな。で、プライベートだとプラス5ドル以上多い、多いのが、今のマーケットだと思います。で、通訳はですね、リンでも、ナーシングホームのアセスメントでも、自分は日本語しかできないからって言うと、通訳の人を連れてきてくれたり、あと、病院でも、通訳連れてきてくれたりすることも、あります。で、民間の通訳サービスを、まあ、使わなくちゃいけないっていう時には、自分でお金払うしかないんですけども、だいたい1時間あたり90ドルぐらい、です80かドルね。ぐらい、そうですね。はい、それぐらいです。はい、はい、次すみません、モミジアットホームなんですけれども、じゃあ、日本語しゃべる PSW、介護士を派遣するといっても、申し込んだからって誰でも受けられるっていうわけじゃないんですよね。日本人の介護士さん自体が少ないですよね、とてもね、絶対に存在が。そうですね。だから、一度そのプロセスなんですけども、もみじゃっとホームも、一度そのインテイクって言って、その電話で
どういう状況なのか聞いて、その後、アセスメントに行って、そのお宅の環境とか、その人の状況、ヘルス状況とかを見て、じゃあいつぐらいから始まりますね、始められますねっていうような、ことがあって、始まるので、すぐに、じゃあ明日来てくださいとかって言われても、多分それには対応できないですかね。はい。で、もしも自分の、そうですね、配偶者とかがボケてきちゃったりとか、で、自分も、まあ、自分が認知症とかアルツハイマーになってたら、まあ、あまり考えられなくなっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、身近な人が、ちょっと認知症になってとか、そういった場合には、どんな、風にしたらいいかって言ったら、まずはファミリードクターに相談してもらって、今度ファミリードクターから、原因クリニックとか、リンとか、専門医とかに、リファーラルしてくれるので、まずファミリードクターに相談してみたらいいと思います。あとは認知症とかアルツハイマーとか、そうですね、認知症になって、アルツハイマー協会っていうところがあって、そこはノンプロフィットで、ほとんどの、サービスは、無料で、提供しているので、そこのウェブサイトに行っていただくと、本当カウンセリングから、ケアギバーの人に対してのエデュケーションだったりとか、いろいろあります。で、そこをアルツハイマー協会の方とつながれば、そこでもているリソース、例えばそのブレスレットとか GPA 付きペンダントとか、そこに書いてある安全対策に書いてあるようなことですね。そういった、情報は全部アルツハイマー協会の方から専門なのでもらえます。で、その次の一時預かり支援っていうアダルトデイプログラムとかショートステイとか、もリンを通してもいいし、あと自分でそのアダルトデイプログラムのリソースがある場合、このアダルトデイプログラムのリソースもですね、リンの、サイトを、その情報を載ってる、後で説明するリソースリストに載ってるので、そこに全部あります。そこか管轄が住んでいる管轄によって違うんですけども、例えばスカーボロとか GTA、トロントって違うリンなんだけれども、そこのリンに行くと、全部アダルトデイプログラムはここに、スカーボロのアダルトデイプログラムの一覧はここ、ナーシングホームはここ、あとは何ショートステイができるとかはここ、で全部。書いてあるので、そこをご覧になったら、すごくリソースが広がると思います。あとは、まあ、POA とビルの準備っていうことなんですけれども、まあ、認知症になる前に、これは準備しておかれたら、いいと思います。はい。ナーシングホーム、さっきグラフ見て、ホスピタル、すごくね、自分で、まあ、あんまりできなくなってきた、だから24時間のケアがあるところ、だからナーシングホームとかロングタームケアとか、言うんですけれども、そこは24時間の支援、まあ、PSW の人がいたり、ナースの人がいたり、あとドクターの、のアクセスもあったり、あとアクティビティとかもあります。で、値段なんですけれども、ちょっと古いかもしれないんだけども、2017年の5月時点で、ベーシック、ナーシングホームって3種類あるんですよね。ベーシックルームっていうのと、セミプライベートとプライベートがあって、ベーシックとセミプライベートは、だいたい2人部屋で、古いナーシングホームは4人部屋っていうところもあるんですけども、だいたい今2人部屋
です。で、インカムが少ない人は、そのベーシックしか申し込みできないんだけれども、ベーシックの値段としては月1800ドル、約1800ドルでした、2017年で。で、セミプライベートが大体2200ドル、で、プライベートが2600ドル。で、何が違うかっていうと、セミプライベートとプライベートは、お金に余裕がある人、そのスレッシュホールドで、インカムがここでカッ、カットされる、多分ね、2200とか300ぐらい、マンスリーのインカムが、それぐらいもらってるかもらってないかで、インカムがローインカムとされるか、ガバメントの補助をもらえるか、もらえないかで決まると思うんですけれども、そこの上、その額より上もらってると、セミプライベートかプライベート。申し込みできます。で、ガバメントからの補助がある人っていうのは、選択肢がなくて全員ベーシックになります。そうですね。で、リンは今5カ所まで申し込み選べるんですね。で、日本人のユニットがあるっていうところがイーホン、フィンチ と、キャッスルビューで、何が違うかっていうと、まあ、運営してる組織が違うっていうので、キャッスルビューはクリスティーステーションからちょっと北に上がったところなんですけども、シティ、トロントシティでオンしてて、イーホンフィンチっていうのは、イーホンっていうオーガナイゼーション、大きいオーガ、チャイニーズ系のオーガナイゼーションが、運営してて、日本食がね、イーホンは2食選ぶことが、ランチとディナー、日本食が出ます。で、ウェイティングが、この間聞いたときにはもう8年とか9年とか、イーホンフィンチね、はそれぐらいかかるっていうのと、キャッスルビューは1年とか1年以内ぐらい、ウェイティングが、それぐらいですね。ただ、リノベーションして前よりすごく綺麗になったなと私は思いました。次です。はい。なので、体の健康状態が、まあ、複雑になってきたらっていうことで、まあ、ジェリアトリシャン、ゲインクリニックって、すごく問題が複雑なケースですね。だから、ファミリードクターに行ったら、ファミリードクターがリファーラル、してくれるし、誰でもリファーラルできるんですけれども、まあ、いろんな問題ですね、忘れっぽいとか、その老齢になってきて、いろんな問題が出てきた、ですごくコンプレックスになってきた場合には、こういったクリニックもあるよっていうことと、あと行動に問題があるときっていうのは、ビヘビアサポートオンタリオっていうところがあって、これって誰でもリファーラルできるのかどうか、ちょっと私よく分かんないんですけども、リンからはリファーラルしてくれます。リンからリファーラルされると、すごく早く扱ってくれると思います。あと、ホスピス・パリアティブ・ケアっていうのは、まあ、死期が近い方が、リンにもパリアティブケアユニットっていうのがあって、自分のうちで死期を迎えたいですよっていう人は、ビジティングドクターとかビジティングナースとか来てくれて、家で死期を迎えられる。あと、ホスピスっていうのが2つあって、レジデンスホスピス、だからそこで住める場合、死ぬまで住めますよっていうホスピス、だいたい1ヶ月ぐらいで亡くなるケースが多いみたいなんですけども、そのレジデンスホスピスっていうのと、あとコミュニティホスピスっていうのがあって、コミュニティホスピスっていうのは、家でパリアティブケアを迎える時にボランティアの人が来て話をしてくれたり、スピリチュアルカウンセラーをしてくれたりとか、あと、そうですね、まあ、いろんなケアが、してくれるところがあります。で、まあ、リソースについていろいろ説明していただいたんですけれども、じゃあ、こういうリソースで、まあ、理解していただいて、で、なるべく、じゃあ、一つずつ見ていこうというふうに、実際、コミュニティにあるものとかを、ぜひ見ていっていただきたい。これが、まあ、準備になるわけなんですけれども、準備を、しないまま来ると、まあ、どうなるかということで、まあ、どうなるかって必ずそこに行き着くわけではないんですけれども、例えば、もみじとか JSS の方に、こんなことになってるんですけど、どうしましょうみたいな相談がよく来ます。で、それの多い例がですね、例えば、ハーバートーニーですね、こちら、私どもでも先月、オンライン講座をしましたけれども、代理人がいないまま、意思決定能力がなくなってしまう。と、どうなるかと言いますと、法的な代理人がいないので、ご自身のことを決めるということが、自分が意思決定能力がなくなってできませんので、これが政府の管轄にポンと落ちます。
落ちパタポンと落ちるというふうに、まあ、よく聞くんですけど、実はポンと落ちるわけではなくて、誰かが、パブリックガーディアンのトラスキー、まあ、PGT と私どもよく言いますけれども、のその政府機関のところに、アセスメントをの、アプリケーションを出して、でアセッサー、まあ、認定アセッサーから、アセスメントを受けないといけないという。説明アセスメントを受けて、この人はそうですね、決定力ないですねというふうになったときに、初めて、政府の介入が出ます。で、それまでに大体、そうですね、最低でも私どもがかかったケースで3、4ヶ月ぐらいかかっていまして、その間、じゃあどうなるかといいますと、ほぼ貧乏になります。だから周りの方々とかが、じゃあ、例えば、ナーシングホームから服を買ってくれというふうに頼まれた、服をとにかくもっと持ってきてくれというふうに頼まれたので、買いました。300ドルかけてあちこち必要なものを揃えました、届けました。で、あって、で、あとで、パブ PGT が介入したときに、その間に誰もいなかったので、私が立て替えました、お金くださいと言っても、いや、PGT っていうのはですね、先に見積もりを取って、見積もりを、じゃあこの見積もりだったら購入していいですよという承諾をしなかったものに関してはお金を払わないっていうシステムになってますので、いやそれは私どもが介入前だし全く聞いてないので払いませんとかって言われちゃってお友達がまあ300ドル、400ドル出したっていうケースがあったりしたんですけれども、まあ、とにかくその間の決定権とか誰に責任がいくのかっていうことは全くわからない状態のままになります。でもちろんキャパシティアセスメントも実はお金がかかりましてそのお金を誰が出すのかというのは頼んだ人が出すということになりますのでその辺もすごく難しいところがあると思います。もちろん政府の援助金が出るケースもあるんですけどね、そのローインカムの方の場合は。で、あとはじゃあ身の回りのケアはどうなるのかと言いますと、身の回りのケアは PGT あるんですけれども、でも基本的にはデイトゥデイ、毎日のことっていうのは介入全くしてこないんですね。で、政府が入ってくるのは重大事、例えばじゃあ緊急に手術をしなきゃいけないんだけども、本人の承諾が取れないので、PGT が代わりにそれをアセスメントをして、サインして、じゃあ手術してくださいというふうになる。ことでそういうところでしか介入してこなかったりします。なので通常の本来だったらこれがあった方がいいねじゃあ買おうとかこれがをやった方がいいねじゃあやろうっていうふうにこうパッパと話がいかないというところで大変まあゼロではないにしろ大変やりにくい形になりますね。本人の意思っていうのが反映されないことも出てきてしまうと思います。でまた先ほどもありましたけれども自身の言語能力の低下ですね。まあ老化でももちろん脳の病気でもそうなんですけれどもやはり日本語の方に戻ってしまうマザータングに母国に戻っていってしまうということが往々にしてありますのでもちろんない人もいるんですけれどもそうなってきますとさまざまな自分でサービスにつないでいくことも難しくなってきますし例えばその下ですけれども支援者ですね例えばご家族お子さんとかが支援者の場合はお子さんはじゃあ日本語を自分の話している日本語を理解できるかどうかっていうことも問題になってくるんですね。お子さんが子供の頃は日本語学校に行っていたけれどももう大人になって生活に日本語が必要なのでないので全然英語ばっかりですっていうケースでそうすると親子のコミュニケーションが取れなくなってくるということまで起こってきます。でまた支援者の方が例えば法律なさまざまな問題ですね。例えばその PGT に関しても意思決定能力に関してもハーバー等にのシステムに関しても法律が大変絡んできますのでそういったところでぶつかるものがあったり言語もそうですけれどもあとは本人が意思決定能力がなくなってしまった後であるとその前に準備をしてなかったその前に話を聞いてなかったりするとじゃあ本人は一体何をしたかったのか何が良かったのかどんな暮らしがしたかったのかということは全くわからないまま想像して、いかないといけないという大変な作業になるんですね。でもちろんその支援者自体が年齢が上がっていったり例えば怪我をしたり病気になったり引っ越しをしてしまったりとかその支援をする能力自体が低下してしまうこともあります。でまたその先ほど待ち時間の話がありましたけど日本が8年9年というサービスを利用するための思わぬ待ち時間があります。でオメジアットホームでも明日すぐにっていうのはダメだと思いますよって話がありましたけれども基本的にサービスを受けたいかなと思うんですけどっていう連絡をするとインテイクという部門が入ってきて、その後にインテイクがアセスメントをしてきて、そこから、じゃあ、こういうサービスがあるんですけど、どうですかという話があって、でサービスがあったら、じゃあ、このサービスやってみたいなだったら、じゃあ、そこのコーディネーターに回しますね。で、コーディネーターがまたアセスメントに来る。で、コーディネーターがアセスメントをした後に、じゃあ、その支援が可能かどうかをちょっとアセスしてご連絡しますねという、大変、下手したら、何ヶ月もサービスを使うまでに時間がかかるものがあったり、も
もちろん施設でしたりすると、ウェイティングリストが長いところが結構多いので、下手したら1年、2年、まあ、日本のように9年待つとかっていうことも出てくる。もみち自体も結構待ち時間長いですよね、今ね。うん、なので、長いです。長いです。ですね、であの本当にそれも10年以上とかそういう感じですよね、多分ね、1年とかじゃなくて。そうですね。はいはい、ということで、思わぬ時間がかかるということになります。このため、元気な時からできる限りのことを、まあ、あまりプレッシャーをかけない程度に、ただできる限りのことを、支援者になる可能性の高い方と一緒に、準備をしていくということを強くお勧めしたいと思います。その中には、例えばですね、アドバンスケアプランニング。これは、自分がどういう、ふうなケアを受けたい、どういうふうに暮らしたい、どういう、こういう治療は嫌だとか、こういうものが嫌だとかっていうことをはっきり、コミュニケーションを取ってもらうことが一つ。それを分かりやすいように書き記してもらうことが一つ。で、それに対して、決めたことに対して、周りの方がですね、それはご家族であったり、友人であったり、代理人の方であったり、医療関係者であったり、そういった方々に話して、こういうふうにしたいのでよろしくと言っておくことが一つ。こういったプロセスをまとめてアドバンスケアプランニングというんですけれども、よくリビングミルというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですが、これは法的には拘束はされていないので、法的に拘束したかったら、パーバートーリングのパーソナルケアの中に含んでいただくと。この辺に関しては、ぜひ私どもの、先月の、委任状の講座が、録画版に載っていますので、こちらを見ていただきたいと思うんですけれども、そのプロセスを含めた上で、アドバンスケアプランニングということで、ぜひそれを進めていただければいいかなと思うんですけれども、で、パーバートーニーというのはその中の一つなんですね。誰を代理人にしたいか、代理人にどういうことをお願いしたいか、例えばじゃあ、お金のことっていうのは、じゃあ、よろしくねっていうだけじゃ、なったときもわからないわけですね。大体どういった銀行に口座があって、どんな感じでお金を運用して、したいと思っていてとか、年金っていうのはどうなってるのかとか、例えば日本の方だったら、じゃあ年金もらい始めて、日本の年金もらい始めたら、領事館で生存確認で毎年行かなきゃいけないとかあると思うんですけれども、そういうことを代理人の人は必ずしも知ってるわけではないかもしれないですね。そういったことをコミュニケーションを取っておくっていうことは大変大事です。で、また、そういって出てきた希望ですとか、選択肢を整理していく作業は、オンゴーイング、継続的に行っていただきたいと思います。やっぱり状況が変わることもありますし、体調や病気とかが変わるかもしれませんし、ケアのニーズが変わるかもしれません。で、もしくは、行きたいと思ってた場所が、すごくウェイティングリストが長くてダメだとかっていうこともありますし、ね、なので、例えば、じゃあ、日本語だけじゃないと嫌だっていうふうにならずに、できるだけ周りのところも確認をしていって、自分に合ったところは、もし日本語がいいっていうことであれば、日本語がダメだったときにはどうしたらいいかっていう、そのプラン B も考えたりしてみていただきたいかなと思います。で、もしこれを一緒に作業をする人がいなくて困っているよということがありましたら、もしぜひ、もみじですとか、私どもとかにご相談をいただければ、選択肢の整理などを手伝いますで、もちろん、あとは健康的な生活を心がけていただいて、我慢しないことですね。よく本当に介護者の方が本当に困るんですというふうによく言われるのが、じゃあ親御さんであったりとかね、介護をしている相手の方を、こういう部分が難しいので、とか体調が悪いので、って言って病院に連れてったりすると、じゃあお医者さんが聞くと、いや、全然自分はどこも悪くなりませんとかって言っちゃったりするんですね。で、実はどこも悪くないって言ってるんですけども、本当は、やっぱり、どっかおかしいところがあるんだけれども、なんか無理をしちゃったりとか、我慢をしちゃったりとか、することがあったりして、ちゃんと言わなかったりすると、必要な支援が得られなかったり、そういったことがありますので、なるべく正直に、助けを求めることは恥ずかしいことではありませんので、言っていただいた方が、支援を出す方っていうのは、全然それに沿った支援が出すことができますので、ぜひ、意見とかを持っていることは、言うようにしていただいたらいいと思います。我慢をすると選択肢がどんどん狭まってくるような結果になってしまうことがあります。あと1分です。はい、最後まとめなんですけれども、ちょっとこう言うと暗くなるんですけど、家で最後を迎えたいというのは難しい時代であるということを頭の隅っこにちょっと置いていただくと、それができたら一番いいなとみんな思われると思うんですけれども、で、家に住み続けられなくなる理由っていうのは様々であって、例えば健康に気をつけているから私は大丈夫っていうふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけれども、その方が想像する認知症とか重病とか身体機能の衰えは、自分は予防してるから大丈夫よというふうに思っていたとしても、
急なことっていうのは起こるわけですね。例えば転倒であったり事故であったり、まあそれも暗い話ですけども、あとは私どもがお世話させていただいているケースとかでは、58歳で早期アルツハイマーを発症して、もう63歳では完全に、まあ、意思決定能力がなくなって、もう子供がいるしてしまった女性とかっていうのがいらっしゃって、まあ、ご主人が介護されているケースとかがあるんですけれども、そういったこともあったりしますので、まあ、自分は絶対大丈夫っていうのはあまり思わない方がいいんじゃないかなとは思ったりします、はい。で、あとは日本語でのサービスがとても少ないことですね、残念ながら。で、そういったことで、まあ、もちろん日本に帰って選択をされる方もいらっしゃると思うんですけれども、それも選択肢の一つである人はそうだと思うんですね。で、あとは住んでおられる地域によってサービスの量にかなり大きな違いが出ることがあると。で、そしてその時が来たら考える。では遅い。よくもみじには酔いようになったら入るよと言うんですけど、酔いがまあどれぐらいの定義かわからないんですけれども、それがもう、もみじに入れないような状況になっているっていうこともあるかもしれません。で、早めの準備をすることで、介護をする方の負担も減るということを頭に置いておいていただきたいと思います。で、ニーズはできるだけはっきりと伝えること。遠慮しないで、遠慮するとニーズがないというふうに思われることがありますので、ぜひ、はっきり、支援者の方に伝えることが大事です。で、ここまでがメインのコンテンツになりまして、